氏が政治家の道を歩み始めたのは1993年、父文武氏が亡くなった翌年の総選挙でした。父の地盤を引き継ぎ初当選を果たします。内閣中央といいますか、内部からその、大きな存在を変えるというのもまた一つ大きな信念に基づいた行動だというふうに思います。ところがこの選挙で自民党は大敗。結党以来初めて政権与党の座を明け渡し、野党議員として第一歩を踏み出すことになりました。当選してきて2週間ちょっとしましたら、 与党から野党という立場に変わったもんですから、まあ、そういった意味で境遇はだいぶ変わってきましたんで。そんな中、1年生議員としての決意をこう語っています。自分の、未熟さを感じておりますんで、一生懸命、まあ、勉強しまして、一日でも早く、皆さんの期待に応えられるような、議員になりたいと。2000年、加藤の乱が勃発。宏池会の会長だった加藤紘一氏が、当時の森喜朗総理大臣に退陣を迫って敗れました。当初、加藤氏と行動を共にするつもりでしたが、結局そうはしませんでした。2007年、50歳でついに内閣府特命担当大臣として初入閣。国民一人一人が日々の生活の中で真の豊かさを実感できるような社会を実現できるよう全力で取り組んでいきたいと考えております。2012年からは外務大臣を戦後最長の4年8ヶ月務め、広島で開かれた G7 外相会合では議長を務めました。2016年にはアメリカの現職大統領として初めてオバマ大統領が被爆地広島を訪問。広島出身の外務大臣として平和公園を案内し、被爆の実相を伝えました。去年、安倍総理大臣の辞任を受け、自民党総裁選に初挑戦。しかし、次へ向けた戦い、自民党総理総裁へ向けての戦い、今日スタートとしてしっかり進めていきたい。あれから1年、今回の総裁選にはいち早く立候補を表明。事実ですが、去年の総裁選挙、まあ、負けた途端にもう岸田終わったと、もう厳しい声もいっぱいもらいました。まだ自分にはやることがあると、まあ、思い直して、なんとか歯を食いしばって、さっき言った努力を繰り返してきた。まだ諦めるわけにいかない。